どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は復刻枠で登場しているカフカとブラックスワンが活躍する持続編成について知識などをまとめて解説したいと思います。この編成ってブラックスワンの登場である程度完成された編成というところではありますが、どれくらい使えるのかは気になるところですよね。ですがこの編成ダメージを出すにはバフのタイミングや育成が大事だったりしますので、抑えるポイントがちょっと多めとなっています。ということで今回は持続編成をうまく活用するために必要なダメ計算や編成のコツなどを紹介していきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず現在の持続編成の強みについて話していきたいと思います。ポイントは3つほどです。まず1つ目、単体複数戦が得意っていうところです。持続攻撃に関しては拡散以上の攻撃が多くなっており、複数戦でも戦いやすくなっています。必殺技を活用すれば全体に持続デバフの付与をしながら戦えるっていうキャラも多いため、敵全体を削りながら戦うことが可能となっています。単体特化というよりも複数特化っていう感じになりますね。続いてポイント2つ目です。デバフを大量付与できるという点ですね。持続編成に関しては持続デバフはもちろんですが、キャラに関しては防御力ダウンや必殺技の火ダメアップなど、他にもデバフを持ったキャラが多くいます。高円錐にもデバフ効果っていうのがありますので、それもうまく活用すれば通常攻撃もデバフ効果を付与できるようになります。攻撃面以外でも敵の耐久を下げるものが多くありますので、ダメージを出しやすい環境っていうのがありますね。続いて3つ目、安定したダメージが出せるというところです。持続ダメに関しては攻撃力参照が多くなっており、会心の影響を受けないところがあります。会心の有無によってダメージが変動するってことが少ないんですよね。なのでダメージが安定して出しやすくなるっていうところがあります。この3つが主に持続編成の強みになるところとなります。持続編成に関してはデバフの付与さえうまくいけば一定の火力を発揮しやすい編成っていうところになります。カフカがいることで普段よりも多くの持続ダメ発動できるのもいいところとなりますので、この編成をする際はカフカは必須に近いところとなります。それでは持続編成の強みが分かったところで持続ダメージの話もしていきたいと思います。まあ、ダメージを出すためのコツと思ってください。まずダメージに必要なステータスから見ていきたいと思います。まず必要なステータスですね。これはキャラ自身の話です。まず重要なのは参照元となるところですね。だいたい持続ダメージは攻撃力を参照としますので、攻撃力を上げていくっていうのが重要です。そこから奇跡の倍率、成功の加算、突状況ですね。あとは属性ダメージであったり余ダメアップの効果っていうところになります。なるべく自身のバフを発生させたりとかが重要になってくるってところですね。または味方のバフ係がいることが重要というところになります。これが基本的な必要なステータスというところです。ですがこれ以外にもダメージを上げる要素というものがあります。それは敵に影響するステータスというところですね。こちらに関しては防御力ダウンであったり属性耐性ダウン、持続火ダメージアップ、人生削りの状況というところになります。人生削りに関しては弱点撃破状態かどうかでダメージの倍率が変わりますので、結構大事な部分かなと思います。こちらを合わせることによってより火力が出しやすいっていうのが持続ダメージの特徴となります。ここで2つほど持続ダメージのコツについてちょっと話していきたいんですけど、まず攻撃力や奇跡の育成をしっかりするっていうのが大事です。その上で味方の攻撃アップや余ダメアップなどのバフを意識するとさらに火力を伸ばせるっていうのが特徴となります。とりあえずダメージを上げるためにどんどん火力を上げていくってところですね。敵の耐性や防御力など火ダメアップする要素があると火力を出しやすくなるっていうところです。この点においてはルアンが重宝される部分となりますね。ダメージを出すコツとしてはこの2つが重要なところになります。なのでルアンは持続編成に欲しいっていうところなんですが、これを満たせるんですよね。余ダメアップもありますし、なんなら属性ダウンとかもあるので結構強いところかなと思います。また人生削りにおいてですが、削人値がアップする効果がありますので、攻撃回数の少ないキョムキャラでもうまいこと相手を弱点撃破状態にできるので、ダメージを出しやすい環境というのは作りやすくなります。ですが持続ダメージにおいても覚えておかないといけない注意点というのがあります。それは2つほどですね。まず1つ目、会心ダメージは持続ダメージに反映されないということです。なので会心系は盛る必要はありません。これは持続編成採用するときに復元などを使う際ですが、会心系の恩恵は受けませんので注意が必要というところになります。続いて2つ目、持続ダメージの発生したときのステータスを参照とします。なのでバフのターンに注意というところです。これに関してはスナップショットをしないというと分かりやすい人がいるかもしれないですね。
とりあえず持続ダメージが発動するタイミング、通常なら敵ターンとかですね、この時に発生した瞬間のステータスを参照とするわけです。なのでカフカの感電状態を付与していた場合、敵のターンが来てカフカのステータスのバフが消えてたとなった場合はダメージは下がるようになっています。ちょっとややこしいところなんですが、うまいことバフを活かしながら敵を攻撃するってことが大事になります。そういった点でもカフカの起動ってめちゃくちゃ強いんですよね。それを気にせずガンガン発動ができるのでダメージが出しやすいってところがあります。そういった意味でも重宝するキャラとなっています。それでは続いて持続キャラとサポートの役割について話していきたいと思います。ここでは大まかな説明というところになります。まず持続キャラに関してですが、火力と機動係が基本となります。持続キャラにおいては火力となる持続ダメの付与は高頻度でする必要があります。この頻度回数っていうのが結構大事なんですよね。ただこれだけだと火力を発揮する機会が少ないため、必ず持続ダメージを起動できる要因も合わせてほしいところとなります。敵ターン以上の攻撃となりますので、ダメージのコントロールっていうのが難しくなるんですよね。なので必ず起動要因は欲しいところとなります。続いてサポートについてですが、敵の防御系デバフを担当する枠となります。この編成では持続ダメが唯一の火力源となるため、防御力ダウンは必須に近くなります。しかもデバフを常に付与しておかないと持続発生時に火力が下がってしまうということがありますので、高頻度での付与が必要となります。SP を抑えつつ敵を長期間デバフを抑える役目となるので、とても重要なところとなります。もちろんこちらに関してはバフ担当でも問題はないですが、デバフ担当の方がダメージは出やすいなと思います。持続編成に関してはとにかくデバフを長く付与する必要があるというのが重要です。攻撃バフはもちろんですが、敵への防御系デバフも同様となるため、アタッカーもサポートもデバフは長期間または定期的に付与できることが重要となります。これがうまく付与できないとそもそもダメージが出せないということになりますので注意が必要です。そういった意味ではブラックスワンなどは強制付与で敵の出現時に付与するようになってますので、このあたりは強いなと思いますね。それでは続いて持続キャラの編成と替えのキャラの紹介をしていきたいと思います。まずは最適な持続編成からですね。メインはカフカ、サブアタッカーはブラックスワン、サポーターはルワン、耐久枠はフォフォとなります。カフカに関しては持続ダメージの起動と感電の付与をするようにしてもらってます。サバアタッカーのブラックスワンに関しては起動ができないので、防御デバフと風化付与、あとは解除負荷のアルカナの付与となっています。サバアタッカーと言いますが結構強いところかなと思いますね。続いて3人目はサポーターのルアンです。こちらに関しては防御デバフ、属性デバフ、作陣地アップ、魚ダメアップと、だいたいこのキャラがいれば全て網羅できるようなところですね。欲しいのは全部もらえるというところになります。そして最後ヒーラー枠です。この耐久枠に関してですが、ソンゴよりもヒーラーの方が相性がいいっていうのがありましたね。使っててこちらの方が使い勝手が良かったです。でそんなフォフォに関してですが、攻撃力アップと EP 回復、さらにデバフ解除っていうのがあるので、意外と味方の手間を取らせずに状況を良くするっていう能力があります。結構使い勝手がいいところがありますね。何より攻撃力アップに関しては持続ダメージの火力を上げますし、 EP 回復で必殺技の回転率も全体上がりますので、攻撃面においてはとてもサポート受けやすいキャラとなっています。それではこちらのメンバーに対して替えのキャラっていうのを紹介していきたいと思います。まずメインアタッカーの候補ですね。メインアタッカーの候補としてはブラックスワンです。こちらに関しては防御デバフ、風化、解除不可のアルカナっていうところなんですが、持続の起動はできませんが十分な火力が出せますので、アタッカー枠の候補となります。またアルカナに関しては層を貯めることができる持続ダメージとなってますので、火力と範囲がとても強力なものなんですよね。ただ注意としては起動ができないっていう要素がありますので、風化の起動ができる3歩特に4突したものですね、こちらと合わせたいっていうのがあります。まあメインアタッカーなんだけど起動ができないので味方に頼る部分はあるっていうところになります。続いてサブアタッカーの候補についてです。こちらに関しては3歩か系内風になります。3歩に関しては持続火ダメアップであったり風化付与、あとは4突すれば風化起動ができるっていう特徴があります。4突をしないといけないというハードルはありますが、ブラックスワンだけでなくカフカとも相性がいいキャラなので、せっかくなので育ててみるといいのかなと思います。続いてケイナフィンに関してですが、層を貯めれる火ダメアップと燃焼付与、さらに燃焼起動となります。持続を付与しながら一部起動ができるっていうのが特徴の2人ですね。デバフがあるのも魅力的なところとなります。意外とこのデバフっていうのがちょっとブラックスワンに似た要素なのかなと思いますね。続いてサポーター候補についてです。
1人目はロビンですね。攻撃力アップと余ダメアップ、さらに行動順アッププラス負荷ダメージが出せるってとこです。続いて2人目は昇級です。火ダメアップと燃焼不要というところになります。昇級に関しては火ダメがメインというところになりますね。この2人に関しては火力補助が可能なバフや防御デバフ持ちが嬉しいところというところになります。そういったところで合わせるのはいいかなと思いますね。ただ優先度としてはルアンの入れ替えとして考えるとロビン昇級となります。ダメージの出しやすさとかいろいろ考えるとロビンの方がダメージは出しやすいなと思います。凸をしてるとなおさらロビンの方がいいのかなっていうところですね。それでは最後ヒーラー候補についてです。1人目はラセツですね。デバフ解除と攻撃による回復、敵のバフ解除ができます。敵のバフ解除で相手の攻撃力を落として生存率を上げるってこともつなげれますので、そういった点では優秀かなと思います。続いてギャラガーですね。ただしギャラガーに関してはまず2凸をする必要があるかなと思います。これによりデバフ解除が可能です。あとは攻撃による回復ってとこですね。攻撃頻度を落とさずに回復できるっていうのは強いところかなと思います。この2人に関しては攻撃に合わせて回復ができる分、攻撃を主体とする持続編成と相性がいいっていうところになります。まあ、フォフォを入れないならっていうところですね。ただ今回紹介したね、アベンジャリンや復元に関しても相性としてはいいところがありますので、その2人を使うのもいいかと思います。それでは最後です。持続編成を扱うためのまとめというところになりますね。今回は2つのポイントで話していきます。まず1つ目、持続編成を活用するにあたってのまとめというところなんですが、まあ、起爆要因とサポーターの活用方法が大事かなというところになります。持続編成に関しては味方と敵のバフデバフを活かしながら戦う編成となります。そのため編成を組む際には攻撃力バフや余ダメ、敵へのデバフのバランスを抑えながら組み合わせるっていうのが非常に大事です。それによって火力が発揮できる編成となってるんですよね。また持続ダメージはスナップショットはしません。これは途中でも話した通りです。そのため持続ダメージが発動するタイミングでバフを受けておく必要がありますので、バフとデバフを意識して編成を組むようにしましょう。何ターン持続するのかとか、そういったところを把握しておく必要があるってとこですね。ですが中にはそのあたりの把握が難しいっていう方もいると思いますので、最適編成組めば問題なくオートでも使えるかなと思います。正直オートで使っててそんなに気になることはなかったですね。続いて2つ目です。現環境での活躍具合についてです。一番気になるところはここかなと思いますね。復刻枠で来てる2人ですが、そもそも活躍しなかったら引く必要があるのかっていうところになると思います。こちらに関しては適応力は問題ないが、ハイスコア狙いは難しいというところになります。編成としてある程度完成されているので適応力がかなり高くなっています。正直初期の頃からずっと使ってる編成ではありますね。ルアンとかなしでも十分強かった記憶があります。ですが各エンドコンテンツのハイスコアを狙うとなった場合ですが、環境的にダメージが劣るところがありますので、クリア目的という感じの活用になることが多いです。ハイスコアでクリアするにはそれなりにハードルが上がってくるなと思いますね。耐久値がどうしても高くなってるので難しいなと思ってます。ただ現環境でもオートで裏庭に関しては4ラウンドでクリアしたり、虚構女子だったら3万点出せたり、末日は1400前後と初期の方の編成とは思えないくらいの数値は出せるようになってます。なので扱う分には問題ないレベルと思っていただけるといいのかなと思います。ただしハイスコアを狙うとなるとおすすめはなかなか難しいかなっていうところです。ただ個人的にはある程度完成されたとは思ってるんですけど、調和のキャラだったりヒーラーに関して最適かって言われると、まだまだホタル編成とかのように最適なキャラが出てきてるってわけではないので、強化の余地はあるのかなと思ってます。それに関しては確定要素ですが、カフカが強くなる要素っていうのはまだ揃ってないと思いますので、今後に期待はできる編成なのかなと思ってます。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。